どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは龍が如くオンラインガチャ引いていきたいと思います。はいはい、キラフェス気流が来ましたね。うん、でその一個前にさ、あのスナイプだけどパクが来るっていう。うんうん、そうだね、うん、スナイプされた側なのにだけどスナイプガチャって来てましたね、うん、失礼。そんなね、まあそこはちょっと引けないんであれなんですけど、うん、まあ桐生さん来ましたよ。その1個前のさ、ね、キラ大吾超気になったんだけど、うん、セレクト残しといたんです、うん、来た、うん、やっぱさ龍が如くといえばですよ。まあ主人公ですから、うん、主人公ですから堂島の龍桐生一馬キラということで、うん、陰の攻撃ですね、うん、軽く見てみましょう。はい、はい、リーダースキルが自身の状態以上になる確率 100% 減少。はい、でバトルスキルクールタイム13で敵3体へ攻撃力 580% で2回連打、うんうん、でヒートアクション消費ゲージ1クールタイム60で自身のスキルクールタイム 20% 進行と再起致死ダメージ時にヒットポイント 100% で復帰、うん、と60秒間 30% のスキルクールタイム加速と無敵ダメージ5回まで無効、うん、でアビリティ1自身の攻撃力を適生存人数 ×8% 上昇、はい、アビリティ2自身のヒットポイントが 50% 以上の時に 20% 分状態以上を除く全ダメージカット、うん、で奥義が高錬人、うん、で特性が上羅元極道町の住人でステータスが体力 28,505 攻撃力 6,517、うん、防御力 4,888 の速度 281 と、うん、いやもうただただ孤高に強いって感じで。そうだね、ヒートアクション消費ゲージ1でやるにはちょっとおかしいし、いろいろ詰まってるね。いろんなものが進行するわ、加速するわ、うん、で致死ダメージ受けた時に 100% ヒットポイントで復帰するってことなんで。そうだね、すごいな。完全復活を1回遂げるってことだね。そうだね。で相手がドンパチとかだったら5人いた時点で 40% 攻撃力も上がってますよ、うん、っていう状態ですし、いやもうねえ、やっぱり龍が如く桐生一馬です。まあこの人がいなければ始まってないからこれはやっぱ欲しいなと。なるほど、思うわけですよ、うん、だからちょっとあのセレクトゲージを大悟、うん、めちゃめちゃ欲しかったけど、うん、我慢しといてよかった。悩んでたもんね。でもねめっちゃ悩んだ、うん、あの正直ドンパチとかで使うんだったらそっちな気がしたの、うんうんうん、間違いなく、うん、でもやっぱりさこれが出たらさ、うん、そういうの関係なくさ僕はもう行こうと思いますよ。もうファンとして、ファンとして、もう龍が如くファンとして、もうこれはなので、もうあのごめん、たまこちゃん出会えるとかじゃないんだ、うん、もうセレクト止まってるじゃん。 うん、だからもうねガチャ引かない、うん、ガチャの動画と見せかけて引かないよ。引かない、セレクトします。もうここで久々だけど真島さんを、いやちょっとこれ気になった持ってないの俺。あ、そっか、真島さんを、この真島さん持ってないのよ。気にはなる、気にはなるよね、気にはなる、うん、うん、けど違う、うん、違う。いやっす、安村じゃなく、安村はもう大丈夫っす。ああ、うん、じゃあいただきます、ありがたく。え、じゃあはい、セレクトで取りました。もうだからセレクト報告みたいなもんです、僕の方は。そうだね。ポチさんどうするんですか。ポチはちょっとだけ引こうかな、うん、ちょっとだけ引く、まあ、セレクトゲージもたまにしこうか。そうだね、だからほんのちょっとね、うん、了解です。単発で、じゃあ僕のセレクトはこれで終わったということで、うん、桐生一馬が僕の元に来たんでね、うん、この桐生さんかっこいいよね。俺桐生2取れてなかったの。あー、ポチも、うん、だから嬉しいね、うん、じゃあポチに変わります。はいはい、ポチの番。うん、ポチはまあ単発でちょっと引こうかなって思ってる。ね、うん、ちょっとセレクトゲージも少しずつ貯めていきたいのもあるから、そうだね、単発で狙っていきたいと思います。はい、で SSR 確率3倍なので、はい、3回引きます。あ、なるほど。うん、3倍だから。3回でいい。そう。なるほどね。3回目がもろ3倍だから、きっと。もろ3倍、ここ1倍よ。そうだ、それは問題なのよ。バグなの。誤表記だし。ここが1倍だったら。
これ一倍よ。まあ単発最初に出るとかないからなかなか、ね、まあまあそれはそうだよ。これ一倍になってるの、うん、それはそうだよ。こっちの、あの考えでは。なるほどね。だってさ、あ、まあヒロインが来たね。うん、ヒロイン来てるから。うん、で、伊達さんが来て、次ここ2倍になってるよ。なるほど、3倍になるの。伊達さん来たことによって、プラスになってるの。これ今2倍だよね。2倍もやっぱなかなかね、うん、難しいですよ。なるほどね。ここで来る人によって変わる。あ、変わる。うん。あ、お前はちょっと微妙だな。お前微妙だなっていうのやめてあげて。ちょっと関わり合いがあんまりないな。あんまないからね。確かにあんまない。うん。うん、じゃあ、ここの3倍で、うん、ね、まあ、ヒロインがいましたから。最初から3倍だろう。3倍で、来ると。来てる。うん、本当に？マジ。マジ。マジマジ。何に関係ないじゃん。違うなぁ。あれ？何もなかったよ。何もなかった。おかしいなぁ。ともこさん入れるの忘れたんかな。ワクワクするねって言ってる。まあ、3倍、うん、だったわ。ずっと3倍なのよ。でんかった。でんかったね。残念ながら。今詳細見るの。3倍なのになぁ。そう、3倍だけど。まあでも3倍でも言うて 2% ですからね。まあしょうがないね。単発3回出されたら俺セレクトで取ってるから。そうだよ、ね。立つ瀬がねえよ。そりゃそうだ。まあね、今後ともね、またいろいろまた、まあ、キラだったり、ブラックだったり、まあ来るのね、まあ劇、スナイプ、まあ来ると思うので、うん、その時にまた弾こうと思って、はい、台話を取っとこうと思います。はい、了解です。はい、それでは今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。